入江文雄から1878年1月30日は、江戸時代末期から明治時代初期にかけての日本のフランス学者、旧松江藩士、旧名、泉、ジオ原白と言い,い、官僚と合した。本性は龍幕末におけるフランス学宣句者の一人であり、幕府の番書調べ書教授方となってフランス語の翻訳と指導に従事。 明治に入ると新政府の大学教官として、フランスに派遣され、研究の傍ら留学生総代を務めたが、病のためパリで隠しした。天保5年4月8日、松江藩入江元藩の子として、出雲国島根郡松江に生まれる。四藩広瀬藩の藩主山村木祭、ついで、松江藩主瀬尾健三郎に学び、嘉永7年から江戸に留学。奥石。 竹内玄道について、乱学を収めた。安政4年、父、元藩が重病との知らせを受けて帰国。父の死去により家を継いで範囲となった後、翌安政5年から再び江戸に留学した。万延元年の冬には50日間横浜に留学し、フランスの通訳官、アンリブーブから、フランス語を学んでいる。文久元年、幕府の洋学研究教育機関。 番書調べ書の教授手伝い出役に採用され、林正十郎、小林定介と共に、フランス学を担当。翌文久2年3月に、幕府外国方翻訳係を兼ねた。また、文久2年中には再び、横浜のブーブのもとに100日間留学。12月に、江戸に戻ると藩からも、洋学教授方を命じられ、 同じ番所調べ所教授方の松江藩士マ宮ヤカ府の運兵の二人と共に、江戸判定で指導に当たった。慶応2年12月、旗本に取り立てられ改正所教授職並みに昇進。ついで三平伝習所での翻訳業務のため林、正十郎と共に、横浜への派遣を命じられ、教授法のまま改正所勤務を離れた。 三平伝習所江戸移転後の慶応3年10月には陸軍所勤務となり、翌慶応4年3月に陸軍御用献金を免じられるまで、フランス軍事顧問の文書翻訳に従事。幕府崩壊後の同年7月、職を辞して松江藩籍に戻った。明治元年12月、新政府により改正書の完成が改められると、改正学校に東京寿として復職。 翌明治2年、寄宿寮相取り締まりを命じられた。改正学校を包括する大学校の完成が定められた同年7月には大学中博士に就任。大学南校の変則課程でフランス学を担当した。その後、大学に代わり文部省が新設された明治4年7月に文部中教授にさら任された後、翌年九月の完成改革で、 文部省六等出資となった。この間、明治4年1月に大学中博士、鈴木通る、大学大助教、小林の利秀と共に、学術研究のため1年ほどの予定で、欧州派遣を命じられ、翌2月に横浜を出港。マルセイユを経て7月にパリに到着し、はじめ第1区アルジェ通りに滞在。ほどなく第6区。 カジミール・ドラビーニュ通りのホテル・サン・シュルピスに移った。すでに、オーギュスト・コントに系統し哲学を研究していた、イリエは、パリでは、コントの定めた、修学順序に従って、諸学科を復習したという。また、岩倉施設団のモンブリ時間随員、今村和夫が、フランスでの学生調査のため、米国を後にした。 明治5年1月には、モンブリ時間が担当する調査の分担を命じられた。同年6月、入江、鈴木、小林の3人に帰国命令が発せられたが、入江は2年間の延長を願い出て、滞在を継続。明治6年2月に、在仏弁理講師、サメ島直信から栗本定次郎の公認として、留学生相談を命じられ、以後フランス留学生たちの世話に当たったほか、 モンブリ時間帰国後もパリ東洋語学校教員として、フランスに残っていた今村と共に、同年9月にパリで開かれた第1回国際東洋学者会議に参加している。明治6年12月、陸海軍省派遣を除く、官費海外留学生の一斉召喚が決定され、翌明治7年6月には入江にも再び帰国命令が発せられたが、病のため出発を延期。 療養のためし日で滞在を続けた。しかし、ついに帰国することなく、明治10年1月の完成改革の際に、文部省を退官。明治11年1月30日、高等結核のため宿舎のホテルサンシュルピスで死去し、パリのモンパルナス墓地に葬られた。去年45、没後、モンパルナス墓地と島根県の岐阜に広瀬町のほら、光地に墓碑が、 東京の青山墓地に記念碑が建設された。入江は、生涯独身であったため、入江家は姉、静野三男、宮三郎が相続し、後に、入江元吉と名乗った。陸軍軍人であった元吉の子には、陸軍少将入江元、陸軍中将、堀井富太郎夫人知恵子がいる。なお、留学生名簿や、成功日暴録を含む文書、写真、 名刺などの入江関係資料が現存しており、これらは入江家から島根県立博物館に寄贈されている。また、国立国会図書館建成資料室が所蔵する辻新寺関係文書にも関係資料が含まれている。ありがとうございます。